ショールームしようかなと思って30分ぐらい悩んで、いや10時半からしてもみんな来れないかなと思って悩んで悩んでこの時間から始めてみました。はい、まつげ。なんかね、コンタクト勢の方もしかしたら共感してくれるかなと思うんですけど、なんか右目のコンタクトにゴミがついてるような気がするんよ。なんか目を開けたり閉じたりするときに、なんか右目違和感あるなと思ってさ、ずっとこうやって見てるんだけど何もなくて。ないですかそういうとき。なんか入ってるけど絶対入ってるのに何も見えない、どこだろうみたいな時。目薬とかしてみたけどちょっと見つけられなかった。なんだろうこれは。絶対なんかいるなんかいるんだけど右目。新しいのにするしかないか。冬ってさモコモコのパジャマとか着るから、多分そういう細かい毛みたいな細かいモコがついてるんだと。めっちゃね違和感ある。こんにちは。クマを消してくぜ。クマ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 。よいしょ。今日はバレンタインですね。バレンタイン忘れてた今。そういえば今日はバレンタインでした。過ぎちゃった。こんにちは。バレンタイン、別になんか夜配信何かしたいなと思って考えたけど、って何も思いつかなかったです。目ん玉、目ん玉。空港の売店で飲み物買ったら直後サービスしてくれました。そんなサービスがあるの？チョコもらえるんですか売店でドリンク買ったら。めっちゃいいですね。こんにちは。チョコ、チョコ。今日はねチョコ回収イベントがないので。何を3倍返ししましょうか。何だったら、何どれくらいまでなら返してくれますか。じゃあ愛情3倍返しで、愛情3倍返しでお願いします。クマが消えません。なんかね、この前クマを消すさブラシを買ったんですよ。でこれの使い方がもう全然わかんなくて、1、2週間経つけど未だにわかんないからさ、あのネットで YouTube とかで調べようと思ってブラシの使い方。でもこれってメイクするときしか使わないから忘れちゃうんですよね。で毎日メイクするときに、あ、調べようと思ってたんだったって思って。メイクしてる時って YouTube さ、右手塞がってるし左手も塞がってるから調べようってならなくて、毎日それ繰り返してます。あっ、調べるんだったって今もなった。学習しません。
右目コンタクト変えよう。もうなんか気になる。なんか損した気持ちになりません？コンタクト新しくつけたばっかりでゴロゴロしたら。あとコンタクトの蓋を勢いよく開けすぎて吹っ飛んでいた時とか。吹っ飛ぶかな、みんなわかんない。私だけかな、そうやってたまに吹っ飛ぶんですよ。パーンって言ってどっかに、だいたい洗濯機とかの側面についてるんですけど、吹っ飛ぶことがあって、そういう時ね、コンタクトって結構高いじゃん、とか損した気持ちになる。悔しい。バレンタインって何ですか？バレンタインはチョコレート屋さんの策略です。チョコレートをこの日は売るぞという意気込みがあふれた日です。それに乗っかって今日はダイエットをお休みしてチョコを食べようっていう人々の日です。それがバレンタイン。とてもいいですね。無料で食料をもらえるイベントがバレンタインです。あくまでもあげる側ではなくもらう側っていう認識でいます。私はね。だからもう今日のおはようツイートもあげることではなくお返しのことをすでに考えているよという意識の表れが出てしまいました。そうなんだよね、お返し大変だよね。そうですよね。なんか会社とかでさもらったら特に大変だよね、きっと。だって会社の女性陣からですみたいなさもらうんでしょ。それでさお返しはさまた別にあげなきゃいけないんでしょ、それぞれ。めっちゃ嫌じゃないですか。そうだよね、いりませんとも言えないもんね。ありがとうってしか言えないよね。なくなりました。お、なくなったの、いいね。あ、そうなんだ。男性陣は集金して買い出し。大変だわ。買い出しに行くの？チョコレートのデパートみたいなとこのコーナーに行くの？タケノコの里でいいんだけど。タケノコの里がいい。どうですかね。タケノコの里って候補に入ってますかね。じゃん。最近まつげの調子が悪いのでまたまつぱの予約を入れちゃいました。1ヶ月に1回まつぱ、まつげ出費です。あ、確かにチョコモナカジャンボ、そうだね、チョコモナカジャンボでもいいね。パセリカのチョコは届きません。パセリカのチョコはね、届く前に食べちゃう。パセヤギさんからチョコレートついた。あ、これは受け取った側が食べてる。はい、昨日ね、広島の百貨店デパートのチョコレートフェアみたいなやつに行ったんですよ。なんかスーハさんに昨日チョコあげたら、お返しあげたいって
お返しあげたいけど分かんないから一緒にもう自分で選んでって言われてついて行ったんですよ。ついてたっていうか一緒に行ったんですよね。それでさ、たけのこの里で大丈夫だよって言っても真面目に考えてって言われたけどさ、真面目に考えてもたけのこの里でいいよって、なんか難しくってさ、いろんなのあると。たい焼きクリームでお願いします。今日はメイクしてある場所へ行きます。もう目がゴロゴロするから全ての気分が下がってしまうね。やだね、やばい。11時半までに髪の毛も終わらせたい。それで配信終わってバイバイって言って言う予定だったのに、ちょっとなんか手間取ってます。はい、 OK かしら、でしょうか。 OK、 なんか忘れたもの、あ、ありました。たけのこの里は箱だと食べ過ぎちゃうから、あのコンビニとかにあるミニの袋でもう大丈夫です。公式プロフィールの好きな食べ物欄にさ、たけのこの里って書いたらさ、あ、パセリ最近気になるな、ちょっと公式プロフィール見てみようかなって人がいて、もしキノコの山派だったらさ、やっぱ押すのやめよって思われるかな。そんな思わないか、別にどうでもいいか。あ、パセリたけのこの方が好きなの、俺と気が合わないなって言ってさ、大丈夫？ねえねえ、なんかスマホスタンドのコードが絡んでる。では髪の毛タイム、髪の毛タイムです。キノコ派の皆さんも優しくしてください。昨日はキノコの山食べました。キノコキキキノコキキキノコ、なんかこの歌妹が昔歌ってた保育園の時。これからオペ？頑張って。それはもうドキドキどころじゃない。パセリは今から前髪を作りたいのに前髪が濡れててドキドキ、もうドキドキのレベルの差が違いすぎる。オペ？終わったら終わりましたよって報告してください。みんなが応援してくれてる、オペ頑張ってって言ってる。優しい、受ける側です。あ、いや考えたんよ、いや考えて顔を浮かべて、いやどっちだろうって思ったけど、いや受ける側かなって思った。無事に終わったら夜配信で報告しに来てね。でもオペとかはもう麻酔効いてて眠いかな夜は。また明日でも報告しに来てください。確かにオペする側、オペする側の人、今からオペ行ってきますけど、へーってなるね。
出る側か。ピョン。今日髪の毛巻きたいと思ったけどさ、もうちょっと時間足りないよ。今11時17分とか。なんか健康って大事やなってつくづく感じますね。本当に。やばいですね、時間。えい。あのね、朝ごはんをゆっくり食べ過ぎたの。今日の朝ごはん、今日はいつもとは一味違います。今日の朝ごはん、アボカド、オクラ、納豆、長芋、ネバネバご飯です。いつもはヨーグルトとバナナしか食べてないけど、今日はお野菜を使いたくて、使い切りたくて。いやー、今日メンバー会わないからさ、そう、今まではバレンタイン付近にお話し会があったからメンバーからチョコ回収できたんですけど、今年はもうお話し会が18なので、もう終わってる、バレンタインムード終わってる時にあるから、ちょっとチョコ回収イベントは厳しそうです。ちょいと難しいかも。来年に期待です。ぬいぐるみのようなフリース。フリースって何？フリースって何？パジャマって意味？フリース。ゆうなん、ゆうなん帰ってるんじゃないの？みんな三期生ね、会わないんですよ全然。すれ違いもしない、街とかでも全然いなくて、本当に存在しているのか不安になるレベルで全然会わない。本当は髪の毛は巻きたいけど、巻く時間はなさそうなので、せめて毛先だけでもくるくるにします。こんにちは。今日広島あったかいらしい、だから服装どうしようと思って悩んでいます。悩み中。あやぱんも言ってた？え、あやぱんも会わないよ最近。前までメンバーの中で一番街で見かける率高かったのあやぱんだったんですけど、で、あやぱんはだいたいすれ違っても気づかないから、あの盗撮して本人に LINE で今すれ違ったよって送るのがあのルーティーンなんですが、最近はあんまり会いません。皆さんは盗撮ダメですよ。私はね、あの私も本当はダメだけど、撮ったらすぐ消してます、送ったら、ね、そう、全然気づかれなかったりする。でもさ、なんかね、あれメンバーっぽいなみたいなあるじゃん。みんなわかんないけどあるんですよ。 あの黒髪でああいう服、なんかメンバーっぽい感じがするなと思っても、遠くて誰か見えないみたいな、しかもメンバーかも確信が持ててないみたいな時とか、すれ違いざめに、んってメンバーかなみたいな時あるからさ、困っちゃう。たまにメンバーじゃない普通に女の子の時もあるし、よいしょ。わかる？
そうなんだよね。でもさ人違いだったらって思うけどさ、先輩だったらさ無視したことになるからさ先輩かなみたいな、お疲れ様ですって言うべきかなみたいな時ある。前にどっかのお店で、あ、コスメ見てたらパセリって言われて、でも私その日ほぼすっぴんとかだったんよ。でボサボサの服ももう適当みたいな服でいて、パセリって言われて、え、マイキューさんだったことがありました。帽子かぶっててさ、マイキューさんが、ってマイキューさん、ユミリンさん、え、マイキューさん、いやでもユミリンさんには見えるなみたいな帽子だったからさ見えなくて、そう半年ぐらい前にそういうこともありました。いや1年前かな、1年前か半年前か、結構前に、そう遠かったよ、遠かったしマスクと帽子で見えなくて、でも先輩っていうのはその時分かって、お疲れ様ですとは言ったけど、えって、しかもさメンバーとは限らなくてファンの方の可能性もあるじゃないですか、女の子のファンの方とか、うん、そう難しいよね。でパセリって言われたらさね、わかんないから、やっぱ私も自己紹介するべきかな、ヤッホー誰々ちゃんパセリだよとか言ってさ、難しい判別が。あれ、こんにちは、みんな人覚えるの早い人ですか、顔とか。え、基本周り見ないから家族がいても気づかない自信ある。いや家族はやばい、家族やばくない、いや家族はでも、ああどうなんだろうね、どうだろうか、家族いても気づかないのやばいね。でもみんなアイドル覚えるの早いから仕事でもそういうの行きますかね、名前とプロフィール覚えるみたいなね。だってさ48グループとかってさ、オーディションがあったら一気に入ってくるじゃん、10何人とか20人とか、だからもう覚えなきゃいけないじゃないですか。私は、まあ、顔じゃないけどお母さんの車とか自分の車と同じ車種がいたら、お母さんかもとか思っちゃう。広島で絶対ありえないのに、え、お母さんって思って見てしまう。自分の車も同じ車種がいたら、え、私のってなります。わかる、偉い人しか覚えられない、なんだろうそれえいいねじゃあ覚えてもらうには偉くなるしかないんか。おもろい。まあでも確かに仕事ってなるといろんな人と取引先とかさ、自分の会社の中でもいっぱい人いたりするってなったら、そうだよね難しい。うん。なんか初めて行くさ。現場とかでさ最初に挨拶されるじゃないですか、誰々ですみたいな。例えば私たちだったらカメラマンの誰々です、誰々ですって、あ、よろしくお願いします、お先ですって言うけど、もうこっちもさ、あの初めてのお仕事とかで緊張してる時とかもう名前も覚えるの必死です。あ、誰々さん、この顔が誰々さん、あ、こちらが誰々さん、誰々さんって覚えるのに必死すぎてね。こんにちは。髪の毛、巻きたかった。わかる、同じように見えるのわかるよ。なんかさ、わかるんだよね。 STA メンバー同じように見えるって言われることよくあるけどさ、 STA はさすがに私はわかるけど、
確かにその気持ちはわかるってなる。自分の初めて知るグループさんとかの顔を覚える時も最初は難しいもん。しかもアイドルってみんな流行りの前髪とか雰囲気とか似ちゃうからね、余計ね。しかも衣装みんな一緒だしね。3期生みんな同じに見える。いやそれはないね。おべよ。じゃあパセが、じゃあ1日1人覚えていきましょう。じゃあ今日はリア充を覚えてください。リア充はおきまえさんのお気に入りのメンバーで、顔立ちがとても綺麗です。人見知りでいつもなんかこう怯えているというか、ああ大丈夫だよってなる。もうちょっとお話ししたいけど私が近づいたら怖いかなと思って なってしまうぐらい、もう人見知りな印象があります。でもとっても美人、めっちゃ若いです。可愛いんですよ。ああ、ショールームで覚える。それもあるよね。確かに。ショールームよく知ってる子やったら、みんな結構知ってますよね。でも私のファンの方は長崎出身の浜田響ちゃんを覚えやすそう。髪の毛を最近切ったばっかりで、こうシュッていう髪にしてます。ドラゴンボールにさ、いる女の子の髪型みたいな。いやドラゴンボールだよね、わかる？シュッてなってる、こうみたいな髪型してるから。ひーちゃん、あ、でも、あ、待って、ひーちゃん教えたら、ひーちゃんとひーたんと分かんないって人、そうなんだよね。私も最初、どっちがひーちゃん、どっちがひーたん問題あったから。ひーちゃんが長崎の子で、ひーたんが岡山の子。パちゃんひーちゃん、りねたんひーたんで覚えたらいいと思います。パちゃんひーちゃん、りねたんひーたんで覚えたら、長崎岡山で覚えられると思います。岡山がタン、岡山タンで長崎ちゃんで覚えて、私はそれで覚えました。ミネタンヒータンで覚えたから、ぜひ。そう、こっちも多分分かんない、カーテン開けてない。白いカーテンがさ、遮光カーテンが本当に遮光してくれすぎてて、ちょっと分かんないんだけど、多分晴れてると思います。もうパセリはそろそろ配信終わるタイムです。着替えて準備するぞ、準備するぞ。岡山タンだけど、沖さんとユーナンはまた違います。沖さんはポだし、ユーナンはナンです。こんにちは。じゃあまた夜配信で会いましょう。準備頑張る。わあ、着替え難しい。何着たらいいの一体。では、壇上タイム。いきまーす。13位、トールさん。12位、レフトさん。11位、ズーシミさん。10位、コウさん。9位、ミギタピポさん。8位、時すでにお寿司さん。7位、ミューラッチさん。6位、クアドリさん。5位、タカさん。4位、コカジヤさん。3位、シンイチさん。2位、シュンさん。1位、カメさん。ありがとうございました。皆さん、またメールや夜配信でお会いしましょう。さらばじゃ。バイバイ、またねー。